三代目2 0 0二2 0 2 a 熊本電気鉄道200系電車はかつて熊本電気鉄道が所有していた電車の位置、形式である。初代二代目三代目が存在した。本記事では拡大について記述する。鉄道省国鉄のモハ1系木造電車を譲り受けた車両で1952年に運行を開始した。モハ201は 元国鉄も破千三十。も破二百には、鉄道省も破千五十三として製造されたが、1938年に、鶴見林光鉄道二乗とされ、同社のモハ四百七となり、1940年にモハ三百十九に、改番1943年に、鶴見林光鉄道が、戦時買収されたことで、国鉄席に戻ったが、番号は急に服さず、 モハ三319のままもハ1030とともに熊田に譲渡された。17メートル級の車体は当時の熊本電鉄最大であった。1921年銀車製造製、台車は川車 D-16。モハ201は1959年に電装解除、客車化され、ハ201になった。翌1960年に2両とも廃車となっている。 東急3000系電車熊本電鉄200系電車も、派201と、区派203東京急行電鉄ので派3150、経営、左派3100型を譲り受けた車両で、MCTMC MC の3両編成を1967年に購入した。車5派も派201が、元で派3 3、派3153、も派203が、元で派、派3156、 区波221が、元左ハ3103である。入線に当たり東急門屋工場でモハ201を、両運転台か、区波221は、中間付随車であったので片側に運転台を、取り付けた。モハ二20 201203は1927年、川崎造船所製、台車は、BW78 から25、区波221は1925年、 富士電造船所製、台車は富士電三3100。区派221は1977年に廃車となり、モ派203は1977年に電装解除されて区派203となった。201.203は鉄道線三吉、菊島、廃止直前の1985年12月に廃車となった。 南海2 2 0 0系電車熊本電鉄200系電車車内老朽化した在来車両の取り替えを目的として南海電気鉄道高野線で使用していた2 2 0 0系を1998年に譲り受けたものである。熊電では1995年から翌1996年にかけて東京都交通局の6000型を2編成譲り受け、1998年度にも 一編成を譲り受けする予定であったが、1998年度に6000系の廃車はないという情報がもたらされたことから、追加譲り受けがしばらくの間困難な状況になった。しかし、熊本電鉄で使用していた500型は軽量車体に加え、電装品及び台車は昭和初期のものを流用していたため老朽化が著しく、 早急な代替車両の導入が求められたため、二両固定編成の、南海22000系22003から22004の一編成を購入した。六線型と同様、入線前に、西日本鉄道筑紫車両基地内にある、西鉄産業筑紫工場で、改造工事が実施されている。ワンマン運転隊大化改造のほか、側面中央部に扉を新設して三扉に、改造され、 運転席側の扉が移設されている。また、前面層下両側には、西鉄5000型と同形上の一体のケースに、収められた全小灯と尾灯が新設され、もともと全小灯のあった部分には、方向膜を設置し、元の方向膜は、ワンマン表示機に変更されている。シートモケットは、西鉄と同じものが使用されている。ただし、吊り革は、南海一台のものが使われており、 ナンバーシティの広告が入っている。1998年12月25日付で、入籍、車番は、南海22003熊田201、南海22004熊田202に改められた。201が、三好川、202が上熊本、藤崎三山江川となっている。塗装は、在来の500系、5000型と同様の青色のうに、赤帯の塗色とされたが、 500系の全廃と5000系の塗り替えにより、この塗色の車両は本形式のみとなった。後日、ATS 取り付けにより、車号に A が追加され、番号が 201A、202A に改版されている。また、全面下部にスカートが追加された。5000系のダイソーで、上熊本にも顔を見せていた、車体全長18メートルの中型ン度和車の2両、編成であり、 基本的に予備車とされていた。運用の際は、藤崎宮前、三好島、北熊本大城熊本間でも運用された。五0型が現役であった頃は、夏季には冷房装置のない五0系の代わりに上、熊本線で運用されることが多かった。2019年7月30日をもって、営業運転を終了し、引退後は体験運転会などの車庫内のイベントに、 活用されたが、同年12月に解体処分された。ありがとうございます。